はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッチです。今回は信長の野望新世続きをプレイしていきたいと思います。前回は本能寺の変が起きて、その混乱に乗じてイベントで家康は難なく領土を広げることができました。例えばですね、武田の元本拠地があった筒子ヶ崎館、ここはですね、井伊直政を入れてあります。兵力も1万とかなりのね、大兵力を要する一大拠点となっています。すでに明智光秀は滅んでいて、西では秀吉、毛利、北では上杉、そして関東の北条、そして依然強大な力を誇っている織田家、まあ、こんな感じの勢力になっています。で、ここでですね、まあ、3つの選択肢があるかなと思っています。1つが東へ向かって北条と決戦、2つ目が北上して上杉と決戦、まあ、この場合はですね、勝家とも戦うことになるかなと思います。そして3つ目が西へ、織田を倒して秀吉との決戦に挑む、まあ、この3つが考えられると思うんですが、今回は織田家と戦っていきたいと思います。なので北条や上杉とはしっかり外交を行っていきたいと思います。ではゆっくり時間を進めていきましょう。まずは上杉との友好ですね。これ取り次ぎに数正を入れてあります。これで信用が毎月12増えてきますね。で、北条との間には同じく取り次ぎ役を設定してあります。そして今回はまずはね、出始めにということで攻略目標を設定して、まずはね、織田家に宣戦の布告を行っていきましょう。では時間を進めまーす。さあ、攻略目標になっている広告寺ですね、焼き打ちができるようなので焼き打ちを行っておきます。で、引き抜きも行っておきましょう。北畑ですね、と物理を引き抜ければ大きいかな。では駿府から榊原康政を出陣させます。広告寺、狙いは広告寺です。ここを狙いましょう。その他は対織田家戦線の形成のためにしっかりと準備を行います。北畑と物理引き抜き成功です。家臣団もどんどん強くなってきましたね。はい、広告寺攻略完了です。さあ、深志城で上杉軍と織田軍が、まあ、決戦に入っているようなので、我々はですね、この木曽福島城、ここを狙ってですね、織田軍の退路を断つ、まあ、そういう動きをちょっとしてみたいと思います。なので攻略目標を木曽福島城にしていきます。かなりの兵力を投入する形ですね。で、政策なんですけども、この小仁田隊ですね、これ結構重要で、これ腰病量の数を、まあ、プラス20日できるので結構大きいですね。なんとかこれ決戦に入るまでに準備を整えたいかなと思います。はい、では出陣をしていきまーす。上杉とは同盟を結んであります。できればどうだろう、岩村城ぐらいまで取りたいかなと思うので、そうだな、忠勝、家康あたりはですね、一挙に岩村城を狙いましょう。では前哨戦になります。早速ですが決戦に及びましょう。一徹か、相手は一徹。こちらは家康自ら出陣です。一徹を蹴散らして、まずはこの一帯の制圧を行いましょう。
はい。撃破しましたね。池田爪王家を捕獲してます。大勝利と言っていいと思いますね。まあ、岩村城が最悪ダッシュできなくてもいいように、ある程度兵力が厳しい状態になったら、まあ、下がることも覚悟しておきましょう。イフ発動できたな。大田家との決戦に勝利して、威風を発動しましたね。これで一気に、そんなことが、一体の軍を制圧できます。織田家から三つの軍が当家に寝返り、真田家はじめ五つの勢力との関係が好転ということで大きな成果が出てます。確認しておきましょう。こんな感じですね。これうまくすれば岩村城攻撃して取れるんじゃないかな。ちょっと無理してでも岩村城攻撃しちゃいましょう。では、ここで信雄との決戦に入りましょう。ここはどうしても勝ちたいな。ここで勝てるとだいぶ大きいですよね。ああ、前田刑事がいるのか。前田刑事にはこっちは忠勝をぶつけますか。刑事がどこにいるか確認して忠勝の位置を変えていきましょう。堀秀政もいるな。刑事がここにいる。刑事と忠勝で決戦に入りましょう。場所は良さそうですね。では、開戦です。で、忠勝の支援には家康自ら入ります。前田刑事撤退させてまーす。なんとか軒口2つ破壊して敵を撤退に追い込みましたが、イエスの部隊もですね、だいぶ損害が出ましたね。こんな感じですね。一度こちらの兵は引かざるを得ないかな。ただまた威風を発動できたので、周辺の軍が寝返ってくれるかもしれないな。そんなことが。11の軍。しかも2つの城か。これでかいぞ。ちょっと見ておきましょう。金山城。これが我々のものになりましたね。岩村城もこの周辺の戦いで勝利したことによってダッシュに成功。でかい。本当にでかい。で、木曽福島城の攻略はこのままいけば順調に進みますね。しかも、これを見る限り。敵の方はだいぶ疲弊している。これであればうまく立ち回れば一気に城の数を増やして、さらに尾張に進攻できそうですね。鳴海城、犬山城、名古屋城、清須、岐阜と、この辺りまで狙えそうです。秀吉、それに照本、毛利ですね。この辺りも勢力を伸長してきているし、まあ、警戒は依然として必要だと思うんですが、だいぶ状況は好転したと思います。今の戦い勝利できたの、本当にでかかったな。真田とは、関係を良くしておきたいかな。北条とも良くしておきたいですよね。勝家はどうなんだろう。うん。ちょっと仲良くしておきましょう。五日目、賜り申した。まあ、本来だったら勝家なんかはね、織田家を支える立場だと思うんですけど。秀吉とも一旦取り次ぎ役に忠次を出して、様子を見ます。まあ、二つの決戦で勝利したことによって一挙に、尾張に迫ろうかと、いうところまで来ました。しかも東美濃も取れましたからね。はい。
では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回は一気に終わり、岐阜と攻め込んでいきたいと思います。